大阪シティバス隅の江営業所は、大阪府大阪市隅の江区に北東一丁目にある、大阪シティバスの営業所である。最寄り駅は、大阪市高速電気軌道4つ発線及び、ニュートラムの隅の江公園駅で、最寄りのバス停は、地下鉄隅の江公園。オスカードリーム及び、隅の江バスターミナルに隣接している。バス側面及び、後面窓ガラスに貼られる。 所属営業所を示すシールの表記は、巣である。主に、住野江区、西成区の路線を担当している。奏車は、住野江車庫、住吉車庫、デトバスターミナル、ナンバーバスターミナルで行っている。1962年に、大阪市交通局の住野営業所として設置された。1995年の木津営業所廃止後、2002年1月27日の、 市バス再編以前までの間、南馬総者場で奏車を行っていた。2009年3月29日のダイヤ改正より、大正区の鶴町指定目、西船町の発着路線を担当したが、2014年3月末で、担当を外れている。2013年の長期地営業所の廃止以降、デトバスターミナル発着の平野区を通る路線も多く、担当するようになった。 2002年1月の路線再編時に運行を大阪運輸振興へ委託されており大阪市交通局の民営化に伴い2018年4月に大阪市交通局から大阪市ティバスへ営業所が譲渡された2018年4月1日の民営化と同時に停留除名が住吉市民病院前から東香谷1丁目に変更された 54A、住吉社古前とのつち住吉区役所民センター、JR 阿鼻子町駅地下鉄阿鼻子神田、高井団地前東住吉区役所前、地下鉄に下辺張り町、府立総合医療センター住吉社古前54バイト、住吉社前、府立総合医療センター張り町地下鉄に下辺東住吉区役所前、高井団地前神田地下鉄阿鼻子 JR、 阿鼻子町駅住吉区役職民センターとの辻。住吉車庫前 54D。住吉車庫前。府立総合医療センター張間町阪南町七町大目地下鉄。西田辺東住吉区役所前。高井団地前。八田行き大橋神田地下鉄阿鼻子 JR。阿鼻子町駅住吉区役職民センターとの辻。住吉車庫前。平日、土曜、祝日とも、日中は、 おおむね30分間隔での運行である。Q23.735 系統末期には、中型車の運用も存在したが、現在は、大型車のみの運用となっている。ハイブリッドのステップバスは稀にこの系統に入る、時がある。2013年4月1日のダイヤ改正、運行経路変更により廃止された。2009年現在、一般路線で使用される大型車。 中型車、赤バス路線に使用される小型車、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのシャトルバスとして使用される専用の中型車が配置されている。以前は大型車のみで日の自動車制に統一されていたが、2002年1月に大阪運輸振興に委託した際に、住吉営業所などから中型車を転属させた。それ以降、様々な車種及びメーカーの車両が配置されることとなった。 現在は一般路線用車両は日野自動車製、UD トラックス製、いすず自動車製、三菱ふそうトラックバス製の国内4メーカーすべての車両が在籍している。赤バス路線用車両はオムニノーバテクノロジーのマルチライダーとメルセデスベンツの車両が在籍している。シャトルバス用車両は 日野自動車製の大型車が配置されていたが、2008年より日産ディーゼル工業製の中型車が3台配置されている。以前は CNG ノンステップバスも在籍していたが、同営業所には CNG 充填設備は存在せず、ニュートラム、墨の江公園平林館の日北東五丁目、停留所付近にあった充填所で燃料補給を行っていた。 なおこの2北東5丁目停留所付近にあった重点施設は、閉所、撤収された。こういったこともあり2009年には、いすず自動車製の大型 CNG ノンステップバスが、鶴町営業所に転属した代わりに、ハイブリッドノンステップバスが新しく配備された。ありがとうございます。